はい、桜井翔です。こんにちは。あれ、エブニーズさんは？ちょっと呼んできます。はい、どうも、改めてエブニーズ動画チャンネルのエブニーズです。ですね、今日は紹介というより、あ、まあ紹介なんですけど、ちょっとえぐい子あったので、皆さん無言伝です、聞いてください。やっといた。なんですって、エブリーズさん。今日、公園で遊んでたら木が落ちてきて、ダンコブできました。超痛かったです。だから急いで病院に行って、ダンコブですねって言われたから、だからガーゼを貼って応急処置。俺的には全然大丈夫。いや、それ大丈夫だったんですか？何公演ですか？内緒です。結構痛かったですね。その時の感じはチョコレート食べたいでした。はい、まだチョコレート食べてません。まあということで、長話っていうのはいかないんですけど、あ、この人ゲストです。じゃあ皆さん、エブリーズさんに一言お願いします。はい、言い終わりましたね。ということで、 I can do it!